Sì, このファンキーです。今日も始まりました。今日もはい、グッジョブでございます。本日の今日もグッジョブは <laughs>、えー、ぎっくりファンキーと。

えー、この番組のスポンサーをしていただいておりますありがとうございますいやいや本当にありがとうございますあの番組とかに関わるようになって最初にスポンサーをお願いしたのが実はマスターで夜中に酒の力を借りてメッセージをして <laughs> <laughs> すぐ <laughs>、うん、考えときますって帰ってきたんですよそしたら 考えててくれるのかなと思っ10秒ぐらい後に「はい分かりました」って10秒考えてくれてね10秒じらしてくれてありがとうございましたっていうより今日なんですかマスターとイキさんあの何ですかこれはいやイキさんが映ってないので分かんないよと思うけどね。 あの被ってますよね。全く同じ T シャツでした。おのありますよね。あります。パンと T シャツぐらいなんですか。でも会うてもたたまたまね来てくださった時にこんなことってのは。僕ここ通った時にあまずいと思って。一回家帰ろうかな。そうなんだ。嬉しいもうマスター。だからねもうラッキーボーイですからね。じゃ行きましょうかラッキーボーイさん。 この番組はあらゆるすべてのもろもろのいろいろな壁もくくりも取っ払って楽しく素直にお届けする人間参加の番組です、はい、みんなで作っていきましょうイイ今日もいということでね、はい、この番組はプリントショップエレメンツ沖縄健康サウナチューブ内割リペアボックスジョイメディア琉球酒豪伝説 ダイニング、シュー維新学院、小歯倉、バルーンワールド、花の店、コテージ、送迎車、門口豊様、沖縄、セキュリティ、宮里、両慶様、そして、宮里中学校、PTA 会長、石原、カットシ様。皆様、ありがとうございます今日も張り切って参ります。<laughs> はい。ということでね。 お大人しいっす、ね、あえ。き今日はねあの見に来てくださった方にはあのプレゼントを準備しておりますのであ琉球志望伝説か沖縄結婚サウナのあの一日入、えー、園券をね後ほどプレゼントさせていただきますはい、<laughs> ほいじゃあゲストをねご紹介させていただきますね沙織さんねはいでは自己紹介でお願いします はい、えっと、なんだろう、さっき、職場、はいはいはい、すみません、はいえ沖縄市の方で酒屋を経営してます、丸まるまさよし店、そして、彫刻堀市ですね、ほサンドブラスト工房しずくのオーナーしてます、奥前系と言います。 掘るってってなんかもうちょっと説明してもらわないとえっっていう感じであのね瓶とか硬いものグラスとかそういったものに字やイラストを描いて贈答品贈り物にするものなんですねなので酒屋なので大体お酒に掘るから大体お店に来てもらって好きなお酒選んだりとか好きな瓶選んでそれに彫刻して。 プレゼントする素敵ですねそれねお酒も一石二鳥お祝いのものだしねまあそれはお仕事のお話ですがそれ以外にもなんかいろいろお仕事というか動きもあってらっしゃるいろいろやってますこれをじゃあざっと細かくまああのざっとねざっとはいはいじゃあすみませんえっとですね私四人の お母さんんなですけども名だそう4名のお母さんでやってて今 PTA を一生懸命ずっとさせてもらってて今もう10年うん12年12年なりますね3年3年6年そう12年で上の子の時からなのでもう12年やってて今市の PTA 連合会の副会長させてもらってるんですけどもそのね このやりながら、うん、当て職というかいっぱいいろんな役職があって、はい、<laughs> そこの中の面白い役職をちょっと紹介したくてはいっぱいある中でちょっと一部紹介と私が受け持っているのがその沖縄市の女性団体連絡協議会というのがあって、はい 沖縄市のパワフルな女性の団体を集めた超集めた会議があるんですけ毎月60代、70代50代いるかもしれないですけど先輩の女性の方々に囲まれて毎月会議をし婚活授業とか婚活婚活晩婚なんだろう 学校の授業とかそういったもののなんかイベント。マスカおとなしいですね。声出していいっすよ。ええ、気になる限り。シャツシャツセクシャと被ったからって。そうショール服で。かかみ見てるみたいな感じ。そうそういう場所に行かせてもらって、まあ女性のあの居場所というかそういう存在をまず見せてもらってます。あなるほどなるほど。そしてあと博物館っていうのがあって。はい。 沖縄市の博物館あるじゃないですか。そこの沖縄市にあった。ありますあります。あの。あっち。え、何センター?。センターがあるじゃないですか。前図書館があったところ。図書館。あ、わかる。はい。あっちの三階四階かなに博物館があって。そうだな。二回だ。うん。あって。そこの委員なんですよ。P. K. から。員なの?。そうそう。何をいろいろやってるの?。それも。三、四ヶ月に一回ぐらい会議があって。昆虫の先生だったりとか。このなんだろう。 いろんな道具の先生だったりとか博士がいっぱいいるんですよ先生方が博士が本当にこのちっちゃな昆虫がどこから来たかってすごい熱意を持って話をするの少ない時間それ聞いてあげる仕事なんですかそれを一生懸命話せる大人ってマスター突っ込みたかったら突っ込めがいるのになんで子供たちに教えるんですね 私たちに会議をしてるときにそのお話があって展示物のどうとかこうとかって話してるときにその会話が面白くてその内容ももちろん面白いんですようん、うん、何がっていったらこう大人になっても一つのことに一生懸命やってて私たちにとっては子どもの話を感じなんだけどこの方々が一生懸命それはやってきててそれに誇り ってずっとやってきてる方々なのですすすごいなって感心るんでよ虫の話聞いて感心するっていう虫がどうこうじゃないです虫がのこの方々先生方の今までのこの行いというか結構いろんなところに出てる先生でここまで一生懸命一つのことやってるってなかなかできないじゃないですか人間ずっと生きてる中で。 ね、一本で生きてきたっていう人生が長期を感じるみたいなそうそうそう学べる人生観みたいなところもあり。 うんこれが PTA で入ってるんですあて職で p t a の中の一つの仕事にそういうのがあるっていうことなんです学校関係者 PT 親の立場でしかも女性できてほしいっていうことで女性の意見が欲しい母親として博物館に子供たち呼ぶにはどういうふうな博物館にした方がいいのかとかっていう意見をするところおもしろ話をするところではないんですよそうかそう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 そんなこと細かにいろんな役職があるわけなんですねそうそうそう。 そうなんですあとで、うんまあ、県の委員とかもい,いろいろやってるんですけど、はいうん、これはもう広報委員なので PTA をどんな活動をしているかっていうのを、うんうん、市も見てるんですけども県の PTA 連合会の方でも広報誌作ってて、うん、でこの全国、まあ、に沖縄の各学校の動きとかが見れて素晴らしいですねどこの学校なるほどそ,<う>それをあのお互いに交流できるような広報誌を編集してると。 多ですねそして沖縄県にいることがないんじゃないかっていうぐらい県外にも行かれてて月多多分出てる方がいですよねこれは PTA ではなくて PTA じゃないです全部今から説明するい。あ今からまだ説明がまだあるわけですねはいどうぞどうぞで他の団体 PTA と別仕事で絡んでるのが沖縄市の観光協会青年部観光物産振興協会青年部ですねここでで今させててもらっるんすけど これで先週、いや違う、今週、久米島まで行ってきてこの交流会、この六星会というのがあって沖縄県内の観光協会の中の青年部が存在するのが6つ、当時6つだったみたいなんですね、沖縄市と名護市と石垣、久米島、宮古、竹富の6つの青年部があってそこの島回りをするんですよ。の 総会ごととにかスポーツ交流とかもねにかかってなので各地域の観光について話し合ったりとかお互いの地域に呼ぶことによって視点も変わってくるのでその延長線で前年度までやってたんですけども沖縄市の観光女子プロジェクトっていうのにも関わらせてもらってて今年はどうなるか分かんないんですけど。 それのリーダーも2年間させてもらってら、まあ、そう沖縄市を女性目線で見て。うんうん、来やすい、観光に来やすい、うん、するに、ね、はどうしたらいいかっていう、会議をしたりとか。あのう、英語たちのラインスタンプ。 制作も作られてもらって英語達の作ったんです私たちこれあれがいいこれがいいって体一つでこれだけのことやってるわけ楽しいですよマスターがあのダイニングシュート居酒屋化け猫二店舗っていうのとわけ違うぐらいでかいな名刺 A4 サイズくらいになる名前になるから全部書くとでもやっぱこれだけの仕事をすると頭の回転が良くないとね

直ょっととしながら、納ンさんがね、えー、約束通り <laughs> 来ていただきましの私も約束通り景品を準備しておりますので、沖縄結婚サウナの,あの一日入浴券か、地方伝説、どちらかあの選んでいただきますので、ね、<laughs> おめでとうございます。ということでね。 もうさすが頭が切れるゆきえちゃんでございますけれども、なんとゆきえちゃんとマスターは高校1年生の時、同じ高校でしかも、 も同じクラスだったはず。だ,っはずだけど、覚えてない。ってい,やい,やいやすいません、存在薄くて、私。頭の回転が。<laughs> いやいや、私本当は、なんか人覚えないんですよ、基本的に。覚えきれないの、なんていうのかな、顔は覚えてるんだけど、名前は覚えきれないんですけど。うん、多分同じクラスなのよ。多分。そう。多分。間違,間違えてるわけだよ、マスターみたいなイケメンを。<laughs> い,やいやいや、いやか昔からイケメンだったんですよ。それは覚えてて。<laughs> <ー>で。 でも、お腹同じクラス。昔からこう、眉毛欲しかったんです。かそうですね。そうそうそう。久しぶりに突っ込まれた。眉毛。生えてこないんで。生えてこない。生えてこなくなっちゃった。そうする。毛根がないですもん。ねもうね、マスターね、マスターのこの引き笑いが大好きでね。私も本当にもう、あの、いろいろ落ち込んだりすると、マスターのお店に行ってね、一人酒飲んで、ね。 だまいたりしてましたけどもね。ええ、大丈夫でした。はい、ありがとうございます。いつもそのため高熱ですけど。ということで今日はね、あのー、どどんな女女性と言っていいのかよくわからないいろんな顔を持つ女性、うん、奥間ゆきえさんをお招きしておりますけれども、えー、今丸松洋酒店とサンドプラスと工房、はい、しずくはそちらの方がお仕事。 そうですになるわけですね、はい、PTA 以外で,でお仕事ってそちらも、うん、ボランティアですボランティアあなるほど、はい、このお仕事今のお仕事についてと、うん、そこにたどり着くまでのゆきえちゃんの顔を後半でお伝えしますので一旦 CM いきますガッツリ私の話なんですね もうすごいやっぱりもう絶対今日こそ肩書きだけでもこういうチャラな人いっぱい泣いてるね。これマスター黙っちゃうし、自信持って被ることあるよシャツぐらいは。シャツでそうなってるわけ。次入れ替えて座ってみます。びっくりしたもんだって。あれか。ちょっと並んでもらっていいですか。

今日もグッジョブでございますが今日は魔性の女どんな女いろんな顔を持つ女 <laughs> 奥間ゆきえさんをゲストにサポーターははいはい、えーえ<っ>ザマミマスタですはい、ちょっとセイキさんと T シャツかぶっちゃった <laughs> ザマミマスタね、<laughs> ダイニングシーのマスターに来ていただいておりますりましそして恒例になりました行 <laughs> きますよはい出たとこ1分勝負今日はなんとなんとなんとわおわお 大変な女優さんがいらしておりますあの事務所はオレジンコーポレーションヒープーさんのですね今日はヒープーさんの許可が下りたということで、ええ、<laughs> なんとあのお名前は あ私ですが、はいえー、名前は、えー、うどんちゃんと申します。うどんちゃん、うどんちゃん来ています。えーえー、<laughs> よろしくお願いいます。<laughs> うどんちゃんから今日はお知らせがあるということで、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあよろしいでしょうか。はい。はい、FM 小座をお聞きの皆様、こんばんは、お久しぶりでございます。<laughs> 私はオリジンコーポレーション、劇団ダブル o しのうどんちゃんでございます <laughs>、えー。本日ですね、今日もグッジョブにて、えー、うどんも出演する舞台の告知をさせていただきます。ここ FM 小座からも近い沖縄市民小劇場、あしび田にてですね、4、はい、月13日、<laughs> 日木曜日、7月14日金曜日にイーヘリット沖縄永遠の一秒という舞台があるんです、皆さん、内容はですねそうなんです特攻機銀河に乗っていった3人の若者を題材としたお話となっております、明日ですね23日、沖縄で慰霊の日を迎えます、沖縄戦でもねいろいろ惨劇、私、小さい頃から学んでおりますが、なんと時を同じくして沖縄以外でもこのような惨劇があったのかと、この舞台を通して知りました、繰り返してはいけない、改めて平和について一緒に考えましょう。ぜひ皆さん7月日日木曜日 金曜日え、このアシビナにて永遠の一部やりますのでぜひ見に来てください永遠の一部をお願いしますすごいうどんちゃんさすがさすがすましい選挙かなと思いましたありがとううどんちゃんさすがですうどんちゃんあのうどんちゃん本当はもう時間なんだけどさ今日は特別にだってあのゆきえちゃんとも知り合いだし マスターとも知り合いだったっていうねたまたま4名で飲んだんですよねこの前ねたまたま同じダイニングーで女子会をやりたいって急に言ったんですよみんなに振られた中うどんちゃんだけが来てくれそうそうそうそしたら隣でね私もお会いしてた私でマスター来てみんな知り合いじゃんみたいなねたまたまこの4名が今日ありがとうございますた。ご縁を感じておりますげって 印象しかなかった。すいませもうダダダっ分って聞いたもんでね。もうこれは言わないとってね。大丈夫うどんちゃんの気持ちは伝わっています。あり七月十三日十四日沖縄市民衝撃場ア足ビナーにて永遠の一秒ですね。はい。特攻隊の話。うどんちゃんの役所は C でしたね。あ、全然大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。ええじゃあちょっといいですか。すいませんあのわあの今回ですねダブルキャストとなっておりまして。 7月13日は一公演19時からあるんですけど、うんはい、私の出演日は、はいえー、7月14日金曜日の1 3時からと18時半から二公演ちょっと私あの出演させていただきます。はいはい、で今度ですね、うん、あ今回ですねえー、っと私の旦那役がですね、うん、北山定麺僧れとなっておりまして <laughs> やっっまああの稽古でもですねうもうなん 漫才かっていう感じでね。あ、お座りいただいております。ぴったりですよね。北澤てメンソーレさんがお父さんで奥さんがうどんちゃんです。本当にそういう夫婦いそうみたいな感じのね。歳違うんですよね。メンソーレさんがね若いんですよ。私は。そうだけどいいのかって感じ。まあ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 もう話が尽きないですけどね。そじゃもう三分なっちゃいました。うどんちゃんです。ありがとうございました。わざわざ来ていただいて。 の、八木カレーをプレゼント。最後、最後うどんちゃんに一つだけね、お願いがあります。あの、給与しますので。ぬめぬめと言ってもら。もちろんですよ。はい。三品茶のコマーシャルに出て。い。ただい。てる皆さんね。いきますよ。じゃ、きゅ。飲んでごらん。ぬめぬめ。はい。ありがとう。さあ。 うどんんちゃんすごいさすが持ってくね1分勝負って言いながら3分持っていっちゃいましたさすがうどんちゃんでございますい、はい、もうあのゆきえちゃんのね奥の方まで行きたいその前にまたお二人からの告知が今日はあるということですね、はい、すじゃあお二人から私食べていいですかはいすいませんえー、っと来週6月24日火曜日です あの沖縄商工会議所青年部主催で、あのあのあの朝と篠原信夫さん講演会中部経済の活性化ということで、あのお話ししていただきます。あの会場が沖縄商工会議所2階で19時から。そしてこのすごい方を呼ぶのに入場無料っていう。だからね誰がお金出してるんですか。ただでただで本当に無駄か誰が出してるんだろうね。講演してるのが朝とさんが。

この司会私がやります。はい、そうなんです。すごいですよね。司会なんですよ。<laughs> どうしようこれ。阿さとさんもさることながら、あのゆきえちゃんに会いたい方はね、今日今日番組ではちょっと魅力伝えられない分は当日いらしていただけば、あのゆきえちゃんの司会が見れる、はい。緊張している私が見れると思います。ね <laughs> <laughs>、こ,こであのマスターもマスターはこれはえっ、ー、とどういう風で関わってるんでした 僕も主催。同じです。関わってるんです。です沖縄市商工会議所と北中城商工会青年部。で副部長をされてるね,そ,ねそちらの方でね。<う>何マスター。<ん>副部長って。いい肩書き、あれやん。部長でなく。<laughs> <laughs> <laughs> 副部長って。<laughs> <laughs> まあ、まだ若いからね。う <laughs> ん、ね、うん、うん。 すごいそうういことでうらしてくださいお待ちしておおります二人がたまたまですよね関わるこのイベントに本当にに最近かですよね関わるようになって一回ちょっと関わったらずっと関わり続けてるんですよ今もこの場所もそうなんですけど会議所証拠会議所もそうなんでちょっと関わったところでねどんどん関わりがやっぱり縁があるんでしょうねそうやってね。こののの講講演演会会 えなんだっけ会長うでえ先ほども読み上げましたスポンサーの沖縄健康サウナーの、うん、上間社長さんがこちらの主催する側の会長さんになります。かうんはい、てますかりやすく やっぱりすごい方に会うっていうのはパワーもらえますからね。ゼロ九八 C B とかね、あの M C されてるんで、ああいう感覚で捉えていただければ、ず雑っばらんな。なるほでも内容の深いお話が聞けると思います。マスターすごいいいこと言うじゃん。すごいすごい。ええまあ経営者の方は全員。気にやっても大丈夫。参加無料なんで。さあ今吸いちゃいだ。 今更今更 <laughs> ああもうこんな時間とちょっとやばいやばい全然もうこれ話が進まないけどじゃあさっきびっくりしたのがゆきえちゃんがこんなに活動的な女性だから子供の頃はどんなことを夢見てたのかなって思った皆さんお聞きください私の将来の夢 <うん S 1> 専業主婦だったんですね <laughs> そう私のお母さんが専業主婦だったんです <laughs> <はい S 1> なので私も4人姉妹で子供たちが <うん S 1> なので。 母をすごい尊敬してるんですね。はい、で、私も専業主婦になりたいと、うん、子供たちのこと一生懸命やりたいっていうとこだったんだけども何なか今この状況になってるんですけど。うん、出っぱなしですよ。でもそれってやっぱりあれなんです。自分の子供のためと思ってます。PT やるのも自分の子供と関わりたいからやっている。うん、で、地域の活動、地域貢献活動してるっていうのも結局は自分の子供たちが育って。 来る地域沖縄市この地域にまた戻ってきてもらいたいこの地域いいんだよっていうことを自分の子どもたちがあの外に発信していってもらえるようにあの地域を良くしていきたいっていう気持ちからそういう団体に入って活動しているのでもともとの根本の専業主婦になって子どもたちと一緒に密着して過ごしたいっていうのとそんな遠くないなっていうのはあります。 なるほどでも専業主婦をしになりたいと思いながら半年間はなんか車屋さんで整備をやってたらしいですけどねのう人ってどんなふうに転がるかわからないですけども。 常に常にでも全力を尽くしていればいい状況でも同い年に見えないですねもうずいぶん年上なしっかりした女性弟分みたいな女性はでもやっぱりねそういうとこ強いとか ごめん今日は女性を立ててくれてますありがとうございます私たちにできることはマスターのお店でたくさんお酒を飲むことですそのマスターだお店が使ってるのがこの久保田久保田久保田ぜひ皆さんの飲んでみてダイニングシには置いてます丸マサ用紙店プレゼンツぜひぜひ久保田を飲んでいただいてねダイニングシに行けば飲みますそう新商品週に行きますまあ いけないね。はい、渡、はい、の忘れてた。ゆきちゃん今日忙しいのか。ありがとうございます。ありがとうございます。似合うピンクのねお花になります。マスターもありがとう。今日もはいグッジョーは。足りなかった。足りなかったんだ。めん<笑><笑>今日っ <laughs> 今日 <laughs> 今日どうもすみません。<laughs>